ください。楽しみに待ってます。そのことです。ありがとうございます。いやなんか寝る前のルーティンが一つなくなり一日が終わった気がしないっていうなんかすごいね嬉しいですね。そうやって思っていただけるのはそうショールーム用のイヤホンって感じですね。これはもともとはその iPhone ってイヤホン挿すところがなくなったじゃないですか。でこのイヤホンはもともとそうもともと前の端末 の, そのまだイヤホン挿すところがあった時のにもらったイヤホンだからそうだから付け替えがねあるんですここにだからね持ってってはないですねって感じです。体調に気をつけて頑張りますということでショールームでラジオ風生配信石渡せなのタンタンラジオ。改めましてこんばんは。村山チーム4ドラフト3期生のセナタンこと石渡せなです。ラジオに憧れを持ち始めた2002年2月22日生まれの私が毎月2日12日22日の22時22分から30分間ショールームでラジオ風配信をするという企画になっております。はい、前回は4月2日この10日間であったままですね。まあ僕夏がね4月4日にありました。2回公演だったんですけど初出演させていただいてその1日限りだったのでまたね音楽劇が終わったらと言いますかねまた僕の夏に出させていただけたら嬉しいですね、はい、あとはねあとはお稽古が始まりました。音楽劇のはいすごいもう初めてなことだらけですごいなんて言うんだろう難しい、うん、一言で言うとでも頑張りますね。 そんな感じです。なんかありますか。ちょっとここをコメント読むタイムにしようかなってちょっと思いまして今日。アイスティー可愛かったねだってありがとう。そうさっきまではアイスティーユニットそうさユニット1曲だけだったんですけどさっきまではアイスティーをねやりました。そう、その日たまたまそのゆうりさんもシンポジで、そうさっきまではアイスティーだったので一緒のユニットやりましたふふふ毎日緊張してる。うん緊張してる。まあでも一番最初の頃よりかはまあちょっとはほぐれたかなって感じ。溶けた緊張がうんって感じですね。そうそうそう可愛いユニット。そうなんです。衣装も可愛くてそうなんかあれですね、うん、また出たいですまた出たいです。優しさに甘えられないのアートルで噛む手からしまってるダイリードが大好き。いやーダイドのファンさすがそう結構な移動ですよねあそこ私アイスティーオーベイビーが見たい。あ私もあれやってみたいです。なんか僕夏が初日を迎えた16人の時に16人バージョンで買った時に一番やりたいのはって聞かれてアイスティーかオーベイビーだなって言ってたのは言ってました
あの曲もねすごい、私なんか衣装が好きで、なんかジージャンの衣装が好きなんですけど、まあでも別になん、うん、全部好きなんですけど、スカートふわふわの方が好きで、まあ、強いて言ったらジージャンの着てる衣装がめっちゃ可愛くて、もう超ドタイプなんですけどそうでもね、ダンスとかも曲も結構好きなので、まあ、いつかやってみたいな。衣装が何なん、衣装がどうのこうのではなく、いつかやってみたい曲ではあります。でも8人、私まだ 8人バージョンでこの前初日迎えたばっかだったんですけど、その16人バージョンの時も、まあ、一応レッスンには参加してたんですけど、その時もアイシティだったのでそうだからそう、まだアイシティしか踊ったことありませんイエーイイエーイではないですね。はい、じゃあコーナーに行きたいと思います。花より〇〇、イエーイ。はい、なんか花より団子ってあるじゃないですか。まあそんな感じのトークテーマで募集しましたそう、なんか前回そのトークテーマ募集しますって言った時に、その書いてくれた中から、そう、ここのコメント欄にって書いてくれた中が2つしかなかったので、あの2つとも両方採用しましたということです。はい、ラジオネームシータンさんからいただきました。セナタンこんばんは。こんばんは。今回のトークテーマ花より〇〇ですが、私は花よりセナタンです。どんな花よりも私の中で咲き誇ってくれるのはセナタンしか。これからもどんなお花にも負けず綺麗に咲き誇る一番星の天使でいてください。大好きです。嬉しい嬉しい。これ一番、あのね、一番早かったんです、この方トークテーマ書いてくれるの。すごい嬉しかったです。ありがとう花よりセナタン頑張りますね。どんなお花にも負けず綺麗に咲き誇る一番星の天使でいれるようにありがとう。続きまして、ラジオネームハッシュタグドラさんしかカターンのターンは、いただきました。セナタンこんばんは。こんばんは。音楽劇の稽古は順調でしょうか。セナタンの演技が見られると思うと今からワクワクしていますと、プレッシャーをかけたところで本題です。セナタンは花よりユーリさんだと思いますが、やっぱり私は花よりセナタンです。セナタンの笑った顔や真剣な顔、眠そうな顔、かっこ笑は花を見るよりも癒されます。アップになる顔もいいですが、特におすすめはショールームでよく見る超横向きで手元のスマホを見る角度が本当に美人すぎです。どこだこれからも横向きの下を見る姿勢で配信お願いします。かっこ冗談です。だってどういうここか分かりみって言ってる。どこの角度なんだろう角度を探してみる。そうそうそう、セナタン、まあそうね、セナタンはそうね、羽よりうん、そうね、まあ間違ってはないですね。ちょっとじゃあ時間余ったらお話しますね私の花より〇〇、まあ間違ってはないです。この方正解、ピンポーン簡単ですね私の花よりセナタン2連続ということでありがとうございます。いや、どこの角度なんだろう。分かってくれる人みんな分かるのかなはい、続きましてラジオネームコロタンさんからいただきました。セナタンこんばんは。こんばんは。最近セナタンが可愛すぎて無意識にショールームのコメントで可愛いと打ってしまいますわら。さてトークテーマの花より〇〇ですが、私は花より卒業生を含めた48グループの全メンバーです。可愛くて癒されるダンスがかっこいいとかはもちろんなんですが、青春を犠牲にして人生をかけてアイドルをしているメンバーを見ると人として尊敬するし、僕ももっと仕事頑張らなきゃなと思うし、メンバー同士の絆が垣間見えた時、改めて周りの人たちのことを大切にしようと思います。そのメンバーたちは僕にとって花よりはもちろん団子よりも尊いです
みんなに会って恥ずかしくない人間でいられるように頑張るので、これからもよろしくね。以上のことです。ありがとうございます。いや、なんか素敵、なんかすごい素敵って思いました。これ読んで。すごいなんか垣間見えた時のさ、それちゃんとね、カッコでね、振り仮名してくれてて、ちょっと助かりましたね。私これ絶対読めなかったわと思って、途中で笑ったのはそういうことです。ありがとうございます。確かになんか中1からずっといるとかいう方だったら、もう本当に本当の本当のね、なんていうの、もうすごいですよね。私はまだ高2とかから入ったので、私はねまだ中学生3年間、そう、部活、私の青春は、まあ、AKB なのは AKB なんだけど、 AKB 抜きでって言われたら、まあ、部活なんですね。部活ができたっていうのはすごいね、いい思い出にもなってるし、そうそうそう、私も素敵だなって思います、そういうメンバー見ると。でもなんかみんなに会って恥ずかしくない人間でいられるように頑張るので、これからもよろしくねって。そんなことないよ。会いに来てくれるだけで嬉しいんだからね、こっちは。そう、学生時代ずっといるとかメンバー結構多いのでね、私ももっと頑張ります。すごい今日頭が働かなくて、どうしよう、ごめんなさい。続きまして、ラジオネームいつボーイさんからいただきました。セナタン、こんばんは。こんばんは。自分はやっぱり花より野球です。暖かくなってきて野球がやりやすい環境になってきました。プロ野球も開幕し、自分が応援しているチームは順調なスタートを切りました。また春の選抜も開催され、高校野球の面白さを改めて実感しました。そして自分自身も今シーズン初の大会も終わり、課題もたくさん見つかり、一番大きな大会に向けてもっと上手に上手くなりたいなと思いました。すなちゃんは興味ないかもしれませんが、一回高校野球、女子野球、プロ野球見てください、とのことです。はい、いやいいですね。でもそのなんだ、この方はその自分自身もね野球ねやってるんだと思うんですけど、野球やってるのかな多分ね、この文章的には。そう、課題もたくさん見つかり、一番大きな大会に向けてもっと上手くなりたい。すごいね、向上心の塊ですね。私も見習います。ね、でも私野球見たこと、まあ、なんかおじいちゃんが見てたりとかするした時もあるけど、全然見たことないので、まあなんか多分でもね、年齢がさ上がるにつれてさ、なんかやっぱりさ味覚も変わるっていうし、そのね見るものも変わってくると思うから、私ももっと大人になったら見るのかなって思ったり思わなかったり。そう、でも最近はあれ？待って。今日222日って書いてるよ。あれ？昨日じゃなかった？え？怖い怖い怖い。え？よかった、でも途切れてなくてよかった。え、待って待って、びっくり。え？怖い怖いよ。エンドレス222日、エンドレス。同じ現象あったんだって。まあまあいっか、まあ、途切れてるわけじゃないので、まあ、1日目とかなってたらちょっとやばかったですけど、まあ、まあ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 
明日224日になってること祈りますね。じゃあそういうことだよね。今日223日だから。はい、すいません途切れて。続きまして、ラジオネームさときとき、焼肉は美味しいですか、さんからいただきました。さなたんこんばんは。過ぎていてもう新しい1週間が始まりましたね。授業もあるし、社会人って言ったらいい、なんて言ったらいいの、会社員だったやば。会社員の方々は会社に出勤しないといけませんよね。まだまだ月曜ですけど、もう週末が待ち遠しいです。それで私は花より週末です。週末には一日中ベッドでゴロゴロってして、夜にはセナタの配信見て友達にも会えますし、とっても余裕のある楽しい一日です。ほぼ週末だけ眺めています。セナタはどうですかとのことです。はい、いや、すいません本当に、もう本当にやばい今日、頭働かなさすぎる。いや週末いいね、やっぱりね、会社とか学校とかある方はね、週末はねすごい大切ですし、うん。でも私はなんだろう、まあランダムじゃないですか言うたら、お休みの日って。だからその週末はやっぱりね、昼間でもなんかその人多いんでどっかなんかお仕事はないけどなんか買いに行かなきゃいけないものがある時とか、そういうのはやっぱり平日のが好きですね私は。なんか平日のまあなんていうの、通勤ラッシュ時とかは避けますねって感じ。でも私も学校あった時はすごいなんか金曜日の学校が終わって家に帰ってきてめっちゃ終わったーってなるし、明日あ月曜日だーってなってたっていう、すごいなんか記憶が蘇ってきてすごい懐かしくなりました懐かしい。そう、でも私はね、でもなんか週末の雰囲気は好きです。なんかうん、特に何をするってわけではないけど、週末の雰囲気は私も好き。そう、私はそうね、お休みの日は週末に来るとは限らないんですけど、なんだか雰囲気は好きです。はい、続きまして、ラジオネーム劇場って本当楽しいさんからいただきました。セナさんこんばんは。こんばんは。いつも皆さんが劇場の楽しさをショールームとかで話されてるの見てて、劇場って絶対楽しいところなんだろうなって、行ったことない私は想像を膨らませて劇場話をいつもワクワクして聞いていたのですが、今月の僕夏公演にダメ元で応募してみたらなんと当選。張り切りすぎたのが裏目に出たのか、優勝ではなかったけど後方からの観覧、小さくて背中は見えないかと思ったけど、なんのめっちゃ大きく見えた。これが特別な人しか発せれないアイドルのオーラなのかと感じた次第。劇場めっちゃ楽しかったですって。嬉しい。やん、待って、今回のトークテーマの花より〇〇ですが、星座別で〇〇なところに入る言葉に傾向があるみたいなんですが、セナタンはこんなのあるの知ってましたか。羊座、お羊座、これなんて読むの、違うな、これなんて読むんだ、何座って読むんだこれ。ヤギ座だってヤギ座の私はなんとお金キンキン、ん、どういうこと、お金、羽よりお金ってことヤギだって読めなかった。ちなみに魚座はお酒だそうです。まだお酒を飲んでもいい年齢ではないので、この傾向は少し先にわかるかな。へえ、私どうなんですかね、私わかるようになるのかな。星座別でも気になるね、
他のあれも気になるね。振り仮名、てか振り仮名いらない、ほぼ本当にね、あのほとんどいらないのはいらないんですけど、いやヤギ座なんて見たことなかったのよ。ローザは様魚って自分の星座だし分かるけど、いやそう、そう考えてみたらさ、他の自分以外の星座の感じ分かんないわ。そう分かんない、分かんないわ私。だってなんか星座占いとかテレビでやってたりとかすると、やっぱひらがなで書かれてるし、確かにちょっと調べて見てみようって思いました今。読めないわ私多分。双子座は、それは双子じゃないですか。読めても書けない。読めもしないと思う。いや、新発見。ありがとう。どうもありがとうございます。はい。まあ、そうですね。まあ、私、あ、ちょっと時間、ちょっとだけ時間余ったので言いますと、私の花より〇〇は、劇場ですね。公演。花より公演です。好きなんです。本当に公演が大好きで、もうなんか毎日公演のこと考えてるよって言っても過言ではないぐらい暇さえ、最近は音楽劇があるからだけど、ちょっと前とかはなんか暇さえあれば方向への定点見たりとか音でも見たりとかしてましたし、そう本当に大好きですね。今日もちなみに僕夏見ちゃいました、すいません。欲に負けました、すいません。出たいなって思いました、すいません。頑張ります、音楽劇も頑張ります。本当に公演大好きなんですよ。良い言い方はまたっていうのが 3人いますね。まあ間違いではないのかな。うん、そうなのか。いや、うん、まあそうですね。最近そうですね、なんかでもちょっと違う気がするま します。花より公演はもう確実に言えるけど、なんかちょっと違くない、なんかニュアンス違くない、花よりユイリじゃないよ絶対違うよ。セナタン出演の8人たちなんか劇場みたい、来てくださいとか言って、来てくださいね。照れてないし別に照れてない。まあそんな感じでした。私は羽織劇場公演です、イエイ。ということで、まあなんか違うなと思いますけど、まあチーム本の中で2番目に好きな自信はあります。これはもう確実に、だって毎日メールかショールームで名前出してるんだもん、話してる、名前出さなくてもその話してるんだもん、びっくり。2番目に好きな自信はありますので、これはもう揺るぎません、私は揺るぎません。誰が何て言おうと2番目って言います。気持ちはね、気持ちはね、気持ちは2番目に強いんだから。気持ちはね、まあなんか、まあ、仲良しな方とかいっぱいいますけど、私は多分入ってないけど、それにはでも気持ちはね2番目なんだから。一番目はだって、一番目はそりゃそりゃそりゃ言わなくてもわかるでしょ。はい、ということで、はい、なんだ、あ、終わりの時間も近づいてきました。ここでリクエスト曲を流しながらランキング読みたいと思います。そう、一番目はそうです、ナナさんに決まってるじゃないですか、全く。それは負けますよ。
ラジオネーム君の名は匿名希望さんからいただきました。セナタンが大好きな曲だということは知っていましたが、先日の公演で見てオンデマでも繰り返し見て好きな曲の一つになりました。メロディー歌詞もいいし、振り付けも可愛いし、セナタンも可愛いし、かっこ笑、本当にいい曲だと思います。公演でのセナタンの感極まったような表情も忘れられないです。大好きな曲を公演で歌えてよかったですね、ということで AKB48 で僕の太陽。はい、ランキングを読んでいきます。13位ノリックさん、12位台湾中心さん、11位サトキトキアさん、10位ヤマトさん、9位きなこ、8位ドラゴンジェット、7位ウルクルクセンブルクさん、6位ライム、5位ハヤトさん、4位まさきさん、3位ハヤちゃんさん、2位シンさん、1位イソチさんです。ありがとうございました。イエーイ。空に向けて、この曲好き。ギフト読みます。マッシュルームチさん、まさきさん、ハヤトさん、シンさん、オノピーさん、ハヤちゃんさん、ドラゴンジェット、サトキトキヤさん、イソッチさん、ウルクルクセンブルクさん、ライム、ヒロチュンさんです。ありがとうございました。ということで本日も皆さん見てくれてありがとうございました。いや本当に僕のもう僕の太陽は4月4日にね、僕夏に出た時にその一番最後にファイト1曲 AKB でやったんですけど、そうちょうどその4月4日が最終日で、で4月5日からはタンポポの決心今やってるになったので、すごいギリギリでしたがすごい披露できました。めちゃめちゃねすごいねエモくて感極まって、ちょっとすごい涙めっちゃこらえてました。本当にそれほど大好きな曲だし、なんだろうやっぱりね思い入れは強いです。ということでタンラジでは引き続きメールをお待ちしております。ハッシュタグタンラジをつけて755でつぶやいていただけたら配信中に読んでいきます。次回は未定となります。すいません、また今度やるとき言いますので、ぜひその時はまた聞きに来てくださったら嬉しいです。それではありがとうございました。バイバーイ、また次回おやすみなさーい。